塩出村は、江戸時代から1889年まで日本の宮城県名取郡にあった村である。合併して、愛島村の一部となり、現在は、名取市の西部、愛島塩手にあたる。本項目では合併後の塩出地区についても記述する、平野部から北側の丘を見るのだ山仙台平野とその西にある、愛島丘陵にまたがる。東西に長い村域は、西半分が、 丘陵地、東半分はそこから突き出て、九の字を作る二つの尾根筋に挟まれた低地を抱える、地勢である。くの字の下側から北東に低い安部を通じて大地があり、野田山という。突き出た部分の丘陵はなだらかで、中央を貫いて南北に東街道という中世からの街道が通じる。低地には水田が広がる。丘陵部の谷には、 細流をせき止めて小さなため池がいくつか作られている。滝淵包み、宮下包み、近親亭、仮金包み、山下包みなどで、この地方の例に習い名前には池でなく、包みがつく。西から二つの細流が流れ出て、名取川の六号関から取水する上掘り用水に流れ込む。上堀用水は潮出から離れた、東南方で増田川に合流する。 他の裾に、人家、低地に水田というのが伝統的な景観だったが、20世紀後半には、東の野田山に、仙台高等専門学校名取キャンパスや、宮城県立が、ん、センター、西の丘陵に、東北電力名取スポーツパークが作られた。古代の平野部は、居住に適さない低湿地であったようで、住居跡は、丘の上か、麓に分布する。縄文時代から、 古墳時代までは、野田山に人が住んでいた。弥生時代以降はこれらの遺跡に面した平野部に、水田が開かれたのであろうが、水田以降は見つかっていない。塩出村の南隣は、笠島村で、村境の笠島側には、笠島道祖神という神社があった。中世から、近世の人々によく知られた伝説によれば、長徳4年12月にこの神社の前で下馬する。 習わしを無視した、武妻まる藤原さね方が、しばらく行ってから落馬して死んだ。実方の墓のほか落馬地点、宿を借り立ち、絶筆を記した場所、遺体を23日さらしたところ、仮想の場所といった現象地が塩出にあった。江戸時代の塩出村は、仙台藩領に属し、名取軍を北方と南方に二分したうちの南方大官の支配を受けた。 江戸時代の仙台領の各村の地事については、安永風土木書き出しという資料群が有用だが、塩出村の文は伝わっていない。村高は、江戸時代初期に開発で増えたが、中期以降停滞した。明治5年に塩出村は、大工商区制の下で、東の手倉田村、北の川上村と共に、第15大工第4商区に属したが、その後その所属は目まぐるしく変わった。 明治11年には、軍区町村編成法により数カ村が連合して、古町を置き、事務を取ることになったが、その連合も、頻繁に変わった。両制度を通じて塩出村と、ずっと一緒だった。唯一の村は、後に高官村に合併した、川上村で、愛島村の母体となる四カ村が一緒だったのは2年、ほどでしかなかった。日本に市町村が置かれたのは、 明治22年主皇の町村制により、この時塩出村、笠島村、小戸島村、北目村の4カ村が合併して、愛島村ができた。村役場は笠島に置かれた。江戸時代の仙台藩の人口は幕末に向けて減少傾向にあり、塩出村についてもそれを裏付けられる。安政5年2月1日付の人数改め調では、死亡、行方不明により、 村高の7分の1が三殿になっていた。塩出村は江戸時代から20世紀後半まで水田、畑作の順農村として推移してきた。江戸時代から妄想地区が植えられたが、大正時代に塩出から松浦気越が出て、竹の子の良品を生産し、仙台向けに出荷した。以来竹の子が愛島一帯の名産になった。塩出村は中世道の区国の主要街道である。 東海道に、総市にある。江戸時代には、欧州海道にとって変わられたが、塩出村にとってはなおこの道が重要であった。現在の宮城県道39号仙台、岩沼線にあたる。南から愛島トンネルで出てきた東北新幹線が、北東に向かって、高架で通るが、塩出にも名取市内にも駅はない。塩出村における幕末の寺小屋や、 明治初めの小学校については記録がない。明治5年の学生に基づいて、明治6年に初めて全国に小学校が設置された時、塩出村の北隣の川上村に川上小学校、南隣の笠島村に笠島小学校が作られた。当時の塩出村は川上村と二村で一つの小区を形成していたので、塩出の子供たちは、 川上小学校に通っていたと思われるが、記録に漏れた小学校が存在した可能性もあり、明治時代初めの状況については何とも言えない。1889年の愛島村への合併以降は、愛島小学校の学区にあって21世紀初めに至る。1947年に新生中学校が発足すると、愛島中学校がやはり笠島に作られた。 愛島中学校は1962年に、手倉谷、新設の名取市立、第一中学校に統合されて、廃止になり、塩ではこの学校の学区に入った。そういうわけで、小中学校とも置かれなかったが、1963年に、国立の宮城工業高等専門学校が塩での野田山に創設された。2009年に、仙台市にあった仙台。 電波工業高等専門学校と統合し、仙台高等専門学校の名取キャンパスとして続いている。安永風土木書き出しの欠落により、江戸時代の塩出村の寺社について確実な事実は知られない。現代には、総当州の長禅寺が塩で唯一の寺である。仏道には塩薬師と呼ばれる薬師堂がある。平安時代に、 縁起式新名帳に記載されたスケク・アキラ神社は、塩出村にあったとする説と、笠島村にあったとする説がある。江戸時代のスケク・アキラ神社は塩出村にあったが、1908年に神社合祀政策によって、笠島村のスケバイの神社に合祀され、廃された。ありがとうございます。